時刻は22時を回りました。皆様、こんばんは。秋元則子お休み前の本棚の時間です。この番組は、朗読を広めたい女優、秋元則子がおすすめのジャズやトークを交えながら、好きな作品を朗読する番組です。夜のひととき、ほっとしていただけたら嬉しいです。この番組は、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾海の見える素敵なスタジオより22時30分まで放送いたします。YouTube でもネット配信していますが、音楽は聞けませんので、できましたらスマホで無料アプリリスンラジオをダウンロードしていただき、ライブで聞いていただけたら嬉しいです。全国どこからでも聞くことができます。ここで私の宣伝もさせてください。私は朗読を勉強したい方、俳優、声優になりたい方、またはライバー、ショート動画、TikTok で配信されている方、セミナー講師、経営者、営業職の方のための発声、話し方のオンラインレッスンを行っています。個人レッスンなので、ご都合のいい時間で気楽に始められます。詳細やお問い合わせは、秋元則子の公式サイト、Facebook、X からお願いいたします。それでは、今夜の1曲目、ベバリー・ケニーで、ティズ・オータム、お聴きください。お送りしております、この番組は、秋元則子のお休み前の本棚です。曲は、ベバリー・ケニーで、ティズ・オータムでした。ここで知り合いの劇団同学先生の講演のお知らせをさせてください。今日は演劇のおすすめなので、ちょうどこの劇団同学先生について少しお話ししたいと思います。中島敦彦作、青山勝演出、兄弟どんぶりが、10月9日より15日まで、新宿シアタートップスにて上演されます。この兄弟どんぶりはですね、2002年にシアタートップスで初めて上演された作品の再演になっています。ちょっとご説明しますね。舞台は昭和から平成に変わろうとする頃の東京。とある居酒屋に演歌歌手を目指して上京してきた大阪の兄弟が押しかけるところから物語が始まります。これは初演時に日刊現代誌にて、喜劇の神様が舞い降りた奇跡の作品とまで評された作品です。劇団同学先生の、青山勝さんという演出をしている方が、私は実は昔からの知り合いでして。ずっと前の、もう今から30年近く前ですかね、事務所が同じだったんですね。その時の、もう一人、今すごく売れてますけど、吉田鋼太郎さんという方もいらっしゃいました。その頃はですね、通信販売、向こうの通信販売の外国の人が喋ってるのを当ててたんですね。そういう、お仕事で、青山さんとか吉田鋼太郎さんとご一緒させていただいてました。さて、この劇団同学先生というのは、ちょっともう亡くなられたんですけど、この中島敦彦さんがと青山さんで作られて、本当に面白い劇団です。行って全く損はないので、ぜひぜひ行ってほしいですね。もう一度お願い言いますね。新宿シアタートップで、トップスで、10月9日から15日まで。で、チケットは5000円。で、嬉しいのが、25歳以下と65歳以上の方は3000円なんです。これはお得だと思います。公演時間や予約方法の詳細は、劇団のホームページを検索してご覧ください。劇団同学先生。同学というのは、道っていう字に、学問の学で、同学と言います。同学先生です。よろしくお願いします。はい。こ
ここまでです、お知らせは。はい。あかりちゃん、なんか、演劇について、私について、なんか聞いてもらっていいですか？こんなの。どうしました？すごい雑な振りですね。なんかね、頭がね、ちょっとパープリンでして、はい、いや、でもすいません。いい季節の変わり目っていうのもあって、私の周りすごいこのボケっとしてる人もいれば、体調崩してるって人もいて、だから多分そういう時期なんでしょうね、とっても。いや、めちゃくちゃ崩しました。はい、昨日床上げしたところでございます。そうでしたか。お疲れ様です。ははい。い。で、私は、一個気になったのが、てか、ずっと割と気になってるんですけど、なんか、秋元さんは演劇、この演者さんとしてというか、役者さんとしてされてるじゃないですか。演劇、朗読もそうですけど、役者さん。で、なんか本を書いてみようっていうふうに思ったことってないんですか？どうして？どうして？どうして？台何？本？なんか、側あに行こうって。思ったことってないのかなーって思って。そうだよね。実は私、日本大学芸術学部演劇学科の戯曲コースを出てるんですね。本当は、面白い本が、演劇、舞台が書きたくて入ったんですけど、そうだったんだ。書いてないですね。すごい、すごい短いものとか、なんか不条理な演劇はちょっと書きましたけど、いや、今びっくりびっくり、そんな、あ、そっか。やっぱり私も秋元さんは演じる人っていう印象が強いから忘れがちになってましたけど、なんかこうね、ノートにこのいろいろ文章を綴ったりもしてるから、あれ？なんか実体験も面白いことたくさんありそうな人だし、なんそうかです演出したりこうね。台本書いたりとかしててもおかしくないよなって思って気になってました。そうだよね。もうね、そういうふうに思えるの、やっと最近かもしれない。やっぱり、もういつ死んじゃうかわからないので、あと、自分が研究してきたことは残しておきたいなとは思ってはいるんですよね。よく表現についてね、そうです、ノートに書いてあるようなことをまとめたいなとは思ってるんですけど、あと、台本ね、そうだよね、1本ぐらいなんか書いて残しておきたいよね。そうだ 私ね。はそれ、そのげ、もし演劇だったら演劇見に行きたいですし、文章作品として残るんだったら読んでみたいですね。ありがとうございます。なんかちょっと違う窓が、違う扉が開いたような感じがします。本当だね、本当だね。そしたらずっと残るもんね。そうですよね。そうですね。で、月一で演劇ワークショップもやってて、いろいろ役者さん育ててるんですけど、それも自分で書いた作品を演じてもらえれば最高ですね。確かにいいですね。なんか先生だからできるこの表現を身につければ OK みたいなのもふんだんに入れられそうですよね。そうです。でも、なんていうか、後輩たちに残していきたいですね。はい、つないでほしいですね。あ本当りがとだ。うございます。すごい、あかりちゃん。なんか嬉ね、パカしい。ッと開いた、頭の外。自分で台本書くって、本当、全然忘れてた。やってない。楽しそありがとうございまう。す。こちらこそ。あかりちゃんのキャラも入れたいと思います。ぜひよろしくお願いします。あかりちゃん、ありが とう。こちらこそ。それでは、いきますかね、次。行きましょう、もう。はい、それでは、今夜の2曲目。ビル・エヴァンスのオータム・リーブス。そして、朗読は宮沢賢治の山梨です。どうぞ。宮沢賢治作、山梨。小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クランボンは笑ったよ。
クランボンはカプカプ笑ったよ。クランボンは跳ねて笑ったよ。クランボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クランボンは笑ってたよ。クランボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクランボンが笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポツポツポツと続けて5粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。つっと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クランボンは死んだよ。クランボンは殺されたよ。クランボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の4本の足のうちの2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーッと戻って下の方へ行きました。クランボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が、そこの白い岩の上で、美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからは、まっすぐな影の棒が、斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？弟のカニがまぶしそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ひれも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに、そこの光の網の上を滑りました。お魚は？その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに、魚の白い腹がギラッと光っていっぺん翻り、紙の方へ登ったようでしたが、それっきり、もう青いものも、魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、
今おかしなものが来たよ。どんなもんだ。青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ上がってったよ。そいつの目が赤かったかい？わからない。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いい、いい。大丈夫だ。心配するな。空、カバの花が流れてきた。ごらん、きれいだろう。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよ、お父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂の上を滑りました。12月。カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな霧の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を燃やしたり消したりしているよう。辺りはシーンとして、ただいかにも遠くから来たというように、その波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さんわざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろ。いいかい、兄さんが吐くから見ておいて。そらね、大きいだろ大きかないや、同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら、一緒に入ってみよう。いいかい？空。やっぱり僕の方大きいよ。本当かい？じゃあもう一つ吐くよ。ダメだい、そんなに伸び上がっては。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ、遅いぞ。明日、伊佐渡へ連れて行かんぞ。お父さん、僕たちの泡どっち大きいの？それは、兄さんの方だろう。そうじゃないよ。僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、とぶん。黒い丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んで、また上へ登っていきました。キラキラと金のブチが光りました。カワセミだ！子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばして、よくよく見てから言いました。
そうじゃない。あれは山梨だ。流れていくぞ。ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。なるほど。そこらの月明かりの水の中は、山梨のいい匂いでいっぱいでした。三匹はポカポカ流れていく山梨の後を追いました。その横歩きと、そこの黒い三つの影帽子が合わせて六つ、踊るようにして山梨の丸い影を追いました。まもなく水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟してる。いい匂いだろう。おいしそうだね、お父さん。待て待て。もう二日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるから。さあ、もう帰って寝よう。おいで。親子のカニは3匹、自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の言答はこれでおしまいであります。曲はビル・エヴァンス、オータム・リーブスでした。朗読は宮沢賢治、山梨でした。さて、待ちに待った秋です。先日ブドウをいただきました。それが雄宝という名前なんです。英雄の雄に宝って書いて雄宝って言うんですけど、一粒が世界一大きいとされていて、卵サイズの大きさぐらいあるっていうんですけど、本当に大きかったです。皮ごとむしゃむしゃ食べられました。もちろん甘かったですよ。さて、また一週間が始まりますね。どんな一週間にしましょうか。いいことがいっぱいありますように。番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。お相手は秋元典子でした。それではまた来週、同じ時間にお会いしましょう。おやすみなさい。素敵な夢を。